で2日で優勝を飾りましたベネトン B189 です。そして AGSJH23 も出てきましたね。まあ非常にいいお天気の中、チャンピオンっていう今もある、はい、その選手権っていうのはその11台でやっぱあのポイントを取っていって争ってったって感じですかね。そんな感じですかね。まあ、それで、まあ、チームワークスチームとしてっていうことですよね。ですからクーパーマセラティチームとしてクーパーチームとして当たりましたベルトン B189、このマシンは昨日ね、見事トップチェッカーを表示されましたけど、ドリバーデザインですよね、はい、ドリバーさんというか、12分生産はこの後またです。